はい、どうもです。こんばんは、ポッキーです。アプリ実況やっていこうと思います。今回はですね、この3本ですね。この、真ん中にある、Y の冒険っていうのは、YouTuber さんが結構たくさん出てくる、まあ、UM のね、アプリ、出したアプリですね。こちらなかなか面白くて、難しいらしいんで、楽しみですね。ということで、まず1個目、ある猫の1日からやっていこうと思います。はい。お、もう早速始まるんだ。あ、まあ、1回さっき開いたからね、この画面か。猫の名前は、猫のたまみ。耳のリボンがチャームポイントの平凡な日常を送る平凡な猫である。人面猫だけどね、完全に。しかし、この日のたまみは、自分の人生を左右する二者択一の判断を迫られる場面が幾度となく登場することとなる。なるほど。公園での目覚め。心地よい眠る中にいます。何やら外が騒がしいようです。静かに目覚める。勢いよく起きる。勢いよくに決まってるでしょ。バッと起きましょう。女だ。子供たちが亀をいじめています。あれ？なんか聞いたことあるけど。まあ、いいか。いや、助けます、もちろん。子供たち全員ハゲだったな。その清い心素敵です。助けた亀はお約束通りついて来いと言わんばかりの熱い視線を感じます。どうせついて行ったらダメなんでしょう。遠慮してきます。お約束通りついていきます。いや、ここは、ダメ。ついていかない。面倒なことから逃れました。仕切り直して一日を始めました。うん、確かに。すごい面倒なことから逃れたね。たまには違うコースで行ってみようかしら。いつもと同じコースを散歩。習慣って大切。いや、違うコースを行ってみることも大切だよ。あ、やばい。やばいかもしんない。めっちゃ怒ってる。なんか知らないけど。今にも襲ってきそうです。これはね、逃げます。猫ダッシュ。逃げました。結構簡単に逃げるよね。素晴らしい脚力。気分を変えて商店街にでも向かおう。とりあえずお家へ帰ろう。家帰ろう。もちろん。あ、帰る家なんてありません。乗らねえ。ちょっと悲しすぎるだろ。よし、ここまで帰ってきました。同じルートで。で、気分を変えて商店街にでも向かいましょう。どうやって向かいますか。健康を考えて徒歩で。どうしよう。チャリか徒歩。徒歩でしょ。猫はチャリ乗れないでしょ。メス猫、商店街に立つ。旅に出る。いい運動になりましたね。商店街に到着しました。南に向かう、北に向かおう。ボロい魚屋と美しい格調の高い魚が見えます。裏を書いてボロ。これは裏書く方がいい。親父にこびる。お、やった！食べよう。なんでだよ。はい、ではやっていきましょう。 Y の冒険ですね。まあ P の冒険ですね。僕ポッキーなんで P の冒険やっていきましょう。 P アドベンチャーですね。で、まあほとんど初見でやっていこうと思います。お、ヒカキンさんのあの気持ちいいやつですね。なんだこれは。あ、タイトル画面じゃなくて、キャラクター選べるようですね。誰でいきましょうか。じゃあはじめ社長さんでいけと思います。これ右に、あー、なるほど。ステージ1、これ足動かさずになんか横移動してるんだけど、これ。多分これあれ、地面は氷ですね。だからステージ1やっていきましょうか。で、結構、よー、元気元気ということでやっていきましょう。これいいね、コラボできるね。コラボ、直接してないけどコラボできる。だから俺もうあれだよ、はじめ社長さんとコラボしましたって言っていけるから、俺この今日から。ということでやっていきましょう。で、結構難しいらしいんで、まあ。で、俺こういう系のゲーム、まあ、結構やってきたんで、まあ5回死んだら、終わりにしましょうか。やばい。これ危ないよね。オッケー、いいよ。やばい。ああ、あれ、クリボー的な感じか。下のやつ。なるほど。行きましょう。まあ、そんな簡単には死にませんよ。こんなところで。オッケー、いいよ。あ、これあれだ。瀬戸康史さんの、あれ、キャラクターですね。蜂。リンゴ。これ。やー、危ね。よーし。来たー。いいね。あ、左上に 1-2 って書いてありますね。この U も敵だよね、多分。あぶね、あぶね、ちょっと待って。速くなるんだけど、いきなり。あぶね。なるほど。カタツムリが歩いてきたと思ったら、ヒョウになったみたいな感じですね。チーターか。だいぶ少しいいか。マジ！なんだよ、それ。ここ危険、Y ブロックあるよ。はい。いいね。越えていきましょう。
今2回死んでるね。あと3回ですね。これな、こういう大体、ハテナブロックを取ると説明。まずい。いやー、こういうハテナブロックをね、押すとね、大体説明文が流れるんだよって言いかけた瞬間に、やったんだけど、俺のことをこいつ。あ、許さないぞ、お前。踏まれてどうだ、気分は。悔しいか。お前今まで何人をやってきたんだ、本当に。怖すぎるだろ、こいつ。お、一ノ三、あ、危ない危ない。やばい。よし、いいぞ。一ノ三来ましたね。怖いな。で、この空中でこの、なんか、浅田真央もびっくりの、あっもう5回死んじゃったんだけど、ちょ、もう1回もう1回だけ泣きの1回。ちょ、これでもう俺は決める。このね、浅田真央もびっくりの3回転トリプルアクセルを空中で決められるのは結構簡単になる。あ、という夢を見たのさ。やっていきましょう。あ、セイキンさんだ。上下運動してるセイキンさん。あー、セイキンさん。リンゴ怖いな、これ。ちょっと待って。瀬戸康史さん鉢が行くのを待って、行きましょう。はい。はい。はい、ということでね、ネタバレになっちゃうんで、これくらいにしときますが、結構面白いので、ぜひ、興味がある方は無料なんでダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、Y の冒険でした。次のアプリ行きましょう。よし、ではやっていきましょう。絶叫トレインコースター。なんか電車がこのジェットコースターの、このコースを走っているっていう全然理解できない状態が起こってますが、これは何なんでしょう、何線なんでしょうね。じゃああんま詳しくないんですけど、山手線ではなさそうですね。ということでやっていきましょう。スタート。上手に走るヒント。このゲームにはスピードメーターなんてありません。自分でスピード感覚を磨くほかありません。なんて投げやりなこのゲームなの、これ。あ、来た、レベル1。なになに、どれからやればいいんだろう、全然わかんねえ。なんかニューって書いてあるから、レベル1のこれ行くか。超高速試験場行きますか。来た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 。上にスピードメーター書いてある。これどうやって走るんだ。あ、パワーってありますね、左下に。あー来た、走り出した走り出した。これ結構酔うぞ、大丈夫か。え、もう80キロも出てるの。あー、50キロ制限。待て、ゆっくり。あ、左にブレーキありますね。50キロ制限ってどういうこと。制限速度守らなかったら、どうなんの。普通に超えてるんだけど。普通に超えるよ、これ。遅い遅い、50キロって遅い。どこまで、ここまでか。もういいでしょ。よし、行くぞ。直線だね。いやいや、行け。BGM ノイノイになれるね、これ。いよいよ、100キロ出てる、100キロ。100、200行くよ、200。やばい、50キロ制限。あーい、オッケー。ひどい、このゲーム。ちょ、待って。一番、なんか、なんて言うんだろう。簡単そうなやつがいい。50キロ制限とか俺は嫌だ。制限にとらわれたくない。俺は。来た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 。なんか前に完全にもう制限の、あれあるけど大丈夫か？あ、なかった、制限。よかった。これとんでもないとこ走ってるなってか。やべやべやべ、脱線すんなよ。OK。調整していく感じね。あー、得意かもしんない。俺こういうゲーム結構。怖すぎでしょ、これ。落ちたら完全にもう海水浴なんだけど。海水ではなさそうか。いいね、いいね。景色結構綺麗だね。いや、そうでもないな。なんか若干手抜き感あるけど大丈夫か？よし、行きましょう。よーし。でも俺も線路に囚われたくないんだよね、正直。うん、空を飛びたい。電車で。うわー、いいね。爽快感抜群だね。左にハンドル切ります。ハンドルとかないけど。俺はただブレーキとアクセルを踏むだけ。いいね、いいね。さあ、どこまで行くんだろう。すごいなんか、地味な映像続いてるけど。なんだこれ。あ、やった！普通にゴールできたんだけど。1分12秒。いや、いいのかどうなのかわかんない。いや、もうちょっとね、自信ついてきた。俺、レベル3とかいけると思うんだよね。来た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 、どこだこれ。うわ、なんか、え、なに、これ何、タイムスリップでもするの、大丈夫。なんだなんだなんだ、綺麗でもなんか、なんか怖いんだけど。赤怖いぞ。赤はあかんって言うしね。やばいやばい、大丈夫か。あ、
暴れるな暴れるな俺の電車。よしいいね。なんとか線路の上を行けてますね。やばい。怖い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 。ああ。これなんか本当にジェットコースターに乗ってる感覚になるよね。こういうゲームって。あ難しい。だってレベル5のさ、飛行、何回着地ってめっちゃ気になるんだけど。やってみましょう。楽しみだな。飛ぶの俺。さっき飛びたいって言ってたもんね、そういえば。あ、ちゃんと合わせてくるんだ。来た来た。どう飛ぶのこれ。あ、なんか線路がもう上向いていってる。ライン来た。大丈夫かこれ本当に。うわわわわ、一回転一回転。いいねー。いいね。普通に一回転したね。さすが。待て待て待て。重い。重い。重くて。ちょっと待て。重くて死にそうなんだけど。これ線路走ってないよね、完全に。ひどい。どこで飛ぶんだろうってか。飛ぶポイントがわかんないんだけど。今飛ぶ要素ないですよね。遠心力はすごいけどさ。遠心力半端じゃない。あ、なんか飛びそう。飛んでる飛んでる飛んでる。俺飛んでるよ、みんな。ねえ。来たー羽折れてました。はい、ということで、絶叫トレインコースターっていうバカゲーでございました。はい。3D 電車シリーズって名前めっちゃかっこいいのにね。蓋を開けてみたらバカゲーでした。ということでね、まあ無料なんで、3つとも無料なんで今回紹介したアプリは、ぜひ興味がある方は入れてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。もし動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね。ではまたお会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。